なんとなく、奇妙な緊迫感は、感じる。状況か、体制か、無関係さはあるが、しかし、気づかないというのは単に間抜けているだけ？そういう懸念は多々ある。不満は、大概は、発言として出ないのだ。見えないところで、見落としがないとも限らない、が。あの山の形少し変えた方が良いよね。お前は何を言ってるんだ？独裁制それは、そういう暴走を始めるが、自分が、それ、に陥っていないとは、誰が言えるのだろう？強力な権力、それはそういうことさえ可能には、するのだが。今までならできたのに。それは、危険だ。利益税はそれに反応し、そこに利益を生まなくなる。だから？お金がなくても人が動く力は、抑止には。ストリートの連携、では、現場にはクオリティ以外でのプレッシャーはかからない。無理をしないとき？でも。